嫁、まあいいけど。休むなら、皿洗いと買い出しと掃除機がけとお風呂掃除と、トイレ掃除と洗濯やっといて。あと夜ご飯もよろしく。俺、ごめん、今日は休ませて。嫁、なんで？家にいるならやっといてよ。ってなことがありましてね。なんだかね。などと、意味不明な供述をしており。結婚したお前が悪い。そうかもね。これだから家にいたくなくなるんだよな。パチか浮気に走る。出勤したふりして出かけないのが悪い。面倒だけど、今度からはそうするわ。どこも一緒だな。嫁、ATM 風情が疲れたとか人並みなこと。小細店じゃねえよ。嫁が専業なら燃えないゴミへ。パートタイマーだ。嫁何歳？一は何歳？子供は？嫁の純血もらった？嫁は25。子供はいない。初めてはもらった。お前週5パートタイマーの嫁に。まさか、一の内容毎日やらせてんじゃないだろうな。4時過ぎには家に帰ってるから。料理とか買い出しとかは基本やってもらってる。俺は、風呂洗ったり、週末に掃除機かけるくらいならしてる程度。このタイプの嫁は何かと文句つけてくるから立ち悪い。一のことやっても、あれがダメこれがダメと。ダメ出資されて、やる気も愛情も次第になくなってく。嫁に言われたことはきちんとこなす。そんで嫁が言ったことやらなかったら責めるんだ。自分の言葉には責任も問うな。ってな。この件で思ったのはね。やっぱ金かけてでも、食洗い機と自動掃除機買うべきだわ。なんだ嘘松か。すれたいも本当だし、パートで4時に帰ってるのも本当。風呂洗ってるのも本当。嘘なのは？週末に掃除機かけるのは、月1くらいしかやってない。嫁はお前の母ちゃんじゃないぞ。半分ぐらい家事やってやれ。幸せってのは、自ら掴むもんだ。年収俺の2割程度だぞ。半分はやりすぎでしょ。そもそもいちいち休みを取るとか、嫁に言わないといけない、許可をもらわないといけない時点で、めんどくさいことこの上ないわ。家事は、分担すれば済む話だし、トイレ掃除って毎日してんの？そんなに汚すの？トイレ掃除は毎日してないよ。わかんないけど、月に2回くらいなんじゃないかな。暇ならしとけってことなんでしょう。まあ、大抵のバカ男は、自分で育児したことないんだよ。家事は一人暮らしでも経験できるし、自分のペースでできるから男でもできる。ところが育児という理不尽には、男の脳とかでは耐えられないんじゃないかな。育児をする女性の大変さを理解できるかどうかは、想像力があるかないかに尽きる。俺は、一日、子供の面倒を見ると疲れ果ててしまう。それを毎日やれる女性の凄さよ。仕事に逃げられる男が何言ってんだって話。仕事してて、スマホとか PC が何の根拠も論理もなく、気まぐれで動かなくなったり、大音量を出したり、勝手に動き回るとしたら、お前ら普段通り仕事できるのか？と問いたい。その PC は、事故に遭うような動きをしたり、他人に迷惑をかけるかもしれない。一度壊れたら元には戻らない代わりはない。そのプレッシャーね。女性が普段してることに比べたら、一部の男が選ぶる仕事なんざ時期に等しいよ。